豊かな恵みの中で、えー、働きが続けられることきっと皆さんの祈りの支えのおかげだと思っています。えー、また3月の15日から17日、えー、ユナイテッドプレイヤーのリトリート、えー、東京地方教会でお待ちしておりますのでどうぞ皆様あお集いいただけますよ。心からお待ちしております。えー、さて、えー、今日はあまず最初に ヘブライ人へののの手紙5章の7節の御言葉をご紹介したいいと思いますキリストは肉において生きておられた時激しい叫び,叫び声を上げ涙を流しながらご自分を死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げその恐れ敬う態度のゆえに聞き入れられました。 イエス様の生涯はまさに私たち一人一人のための模範なる歩みでした。完全なる模範として歩むためにイエス・キリストはご自身が持つ神様の性質を人間の弱い肉体と精神で包み込んでしまいました。私たちと同様に疲れを覚え、傷つき、そして悲しみと苦しみの中に生涯を送られました。イエス・キリストは私たちが この罪に満ちた世界で正しく生きていくためにはどうすればよいのか何をすればいいのか人としていかに生きるべきなのか一人の弱き人となって教えてくださっています特に旧,、えー、旧約聖書イザヤ書53章はイエス・キリストの、えー、その歩みをしっかりとお反映しています、えー、冒頭だけ少しお読みさせていただきますけれども ぜひ皆さん、このいザや53章これ、毎日あのお読,みいやいや読んだらいいですよとお勧めされている聖句でもあります。私たちの聞いたことを誰が信じ得ようか。主は身腕の力を誰に示されたことがあろうか。かわいたちに埋もれた根から生え出た若枝のように、この人は主の前に育った。 見るべき面影はなく、輝かしい風格も、好ましい容姿もない。彼は軽蔑され人々に見捨てられ、多くの痛みを負い、病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し、無視していた。イエス・キリストの生涯は、このイザヤ社にも予言されたように、非常に苦労の多い、心を傷つけられ、 涙に濡れた人生だた,た,ただ,ただ罪によって奪い去られてしまった私たち人類をその腕に取り返さんがための大きな犠牲でもありましたさて私たちが福音書を読むときイエス・キリストの交渉外において多くの力ある印を示されたことを知ることができますイエス・キリストの力の源は何だったんでしょうか あの体力、さまざまな奇跡、これらの源となったのはずばり祈りでありました。ご自身は絶え間なき祈りによって支えられていました。ですから、イエス・キリストはこの祈りの大切さをしばしば弟子たちにお語りになったんです。いくつかの御言葉を眺めてみたいと思います。えー、マルコによる福音書1章の35節には、 朝早くまだ暗いうちにイエスは起きて人里離れたところへ出て行きそこで祈っておられた。皆さんが毎朝早くまだ暗いうちにこうしてイナイトプレイヤーの祈りの輪に参加してくださっているそして祈っておられることはまさにこのイエス様の模範に従っているということを具現化しているのではないかそう思います。 イエス・キリストは前日の安息日、街道で教えられた後、夜遅くまで病人や暮れに疲れた多くの人々をおしになっていました、えー。マルコによる福音書1章の33節には町中の人が戸口に集まったと書かれています。ヘトヘトに疲れていたはずです。イエス・キリストはいつものように朝早く祈られていました。父なる神は イエス様の内側から体全体の疲れを癒され、さらに大いなる知恵と力を与えられました。祈りを得られると同時に、イエス様は弟子たちと一緒に再びガリラヤの近くの他の町や村に出かけられて行きました。イエス・キリストは常に祈っておられました。とにかく、父なる神様との交わりを第一とされ、 絶えず、祈られていたんです。私たちの模範であられ、人となられた神が、この地上で生きるために、ひたすら祈り続けていったんです。私たちは、祈らなくていいんでしょうか祈らずして生きていけるんでしょうか神である方が祈ってるんです。この世の中、実は、祈りなくして生きていくことができないんじゃないでしょうか大げさでしょうか テサロニケビトへの手紙1の5章17節に絶えず祈りなさいとあります。また、祈りは魂の呼吸であるとも言われます。私たちの呼吸が止まってしまったら酸素は脳に送られず、やがて脳細胞は死んでしまいます。完全に呼吸が止まってしまい、4分経過しますと、50%の人は助からないと言われています。2人に1人です。これが1分。 つまり5分経ちますと75%、8分経ちますと私たちの大脳は復活が不可能になってしまいます。人間とは全く弱き存在だと思います。では、魂の呼吸である祈りがストップしてしまうとどうなるんでしょうか。神様からの必要な力が与えられません。 ある程度はこの世における道徳や倫理などによって守られるかもしれません。しかし、人の力には限界があります。それは、それぞれの意志の力も同様です。確実に、命の源である神様から遠ざかっていきます。すると、心には純粋で真実な平安とか喜びとか感動、そうしたものが徐々に失われていきます。 そして息苦しいストレスが私たちのこの心に忍び込んでくるんです。神様からの平安がなくなったものは、その心ばかりでなく、肉体をも危険にさら,すさらすでしょう。いかがでしょう私たちは祈りをおろそかにしてはいけない。そう思われないでしょうか祈りには神様の力が備わるんです。主と原告録は、別名聖霊行伝とも呼ばれていますけれども、 文字通り聖霊に導かれた使徒たちの働きがそこには記されています。この書の大きなテーマは聖霊の働きなんですが、同時に祈りについても大きくスポットが当てられています。使徒原稿録の特に最初の部分におきましては、キリストの弟子たちがしばしば一つところに集まっていたことが書かれています。このユナイテッドプレイヤーのこの こオンラインという中で皆さん一つに集まっておられます。当時の彼らは十字架のイエス・キリストを述べ伝えるための準備をしていました。どんな準備をしてたんでしょう聖書を研究するための資料を集めてたんでしょうか宣教地の特色やそこに住む人たちの特徴などそういった情報を調べて伝道戦略を立てていたんでしょうかまたいろいろな伝道のテクニックについて討議していたんでしょうか 確かに、私たちがイエス・キリストを伝えるためには、それらの準備は必要です。しかし、それらを行う前に、キリストの弟子たる者はまず祈るんです。実は、しばしば弟子たちが集まっていたのは祈るためでした。イエス・キリストが天に戻られる際、約束してくださった助け主、弁護者である精霊を求めるための熱心な祈祷会が行われていたんです。使徒原稿録。 4章の29節から35節。主よ、今こそ彼らの脅しに目を留め、あなたのしもべたちが思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてください。どうか御手を伸ばし、聖なるしもべイエスの名によって病気が癒され、印と不思議な技が行われるようにしてください。神様が私たちの祈りを受け入れてくださったとき、 私たちに精霊が与えられ、力強い証しと大きな恵みが与えられるということです。そして、感謝すべきかな。私たちの教会に一致が与えられ、心を一つに、思いを一つに、イエス・キリストの誠の平安に満たされていきます。ですから、祈りとは、 すべての出発点であります。そして、ここに集われるお一人お一人が、大いなる祈りの体験者であり続けられることを、主は願われておられるんです。エレン・ホワイトは、キリストへの道、120ページに、こう語っています。祈りは、全能の神の 無限の資材が蓄えてある天の蔵を開く信仰の手に握られた鍵であります。私たちが考えも及ばないことをお主なる神はなさろうとしています。祈りは私たちの信仰生活において、品性をイエス・キリストに似る者へと成長させるのに不可欠なものです。魂の糧である神の御言葉聖書を読み、魂の呼吸である祈りをなすことは、 極めて大切であるということを心に留めて日々祈ってまいりました。え今日はお招きいただいて本当に感謝いたしますえ。一言お祈りを捧げていきたいと思います。恵み深き父なる御神様、神様の豊かなお守りと導きを心から感謝いたします。 こうして皆さんと共に心を合わせられることもまた感謝です。どうぞ、主イエス・キリストの恵み、精霊の満たし、父なる神の大いなる愛が、お一人お一人を優しく包み込んでくださいますように。今日も一日、神様の導きと祝福の中においてください。救い主なるイエス・キリストの皆を通してお祈りします。アーメン。アーメン。アーメン。 久保先生ありがとうございました。えー、少しお時間がありますのでえー、皆様えー、ご感想などがあればえー。よろしくお願いいたします。